いやー、めちゃくちゃお久しぶりでございます。ゆうしでございます。なかなか編集できなくて半年経っちゃいましたね。最後の投稿からこれね、今ちょっとチンチン電車乗って天王寺の方向かってるんですけどね、大阪ので、僕の彼女がちょっとこれから動画出てくれるんですけど、まあ、チンチン電車って言ってもね、チンチンじゃないんです。ここで僕の彼女なんですけどね、YouTube 上での名前はソルちゃん、ソルちゃんでいきたいと思います、ね、今から一緒に、お酒結構飲むんでね、でこれ天王寺歩いてるんですけど、クマがすごいですね、ものすごいしんどそうな顔してますけど、暑いだけなんで、これめちゃくちゃ暑かったこの日で、急に、まあ、ノンアポでね、入ったところの頭の髪の毛もねバサーしてますけど、ここです、山ちゃん、安倍のとこにある山ちゃんっていうとこ、たこ焼きのお店ですね。もう すぐ食べるシーンで、すいません、ちょっと久しぶりすぎて編集ちょっと下手かもしれないですけど、急に食べるシーンになっちゃいましたね。まあ、ここで今日はちょっとビールを飲んでたこ焼きを食べているところでございます。めっちゃ暑いし、もう手邪魔やな、下手、カメラワークは相変わらず下手です。別に上手くなったりしてません。暑い、これ明太子マヨネーズですね。でこの暑い日に飲むビールがまたうまいですよね。ここはね、朝日が置いてます。キリンも置いてたと思う、確か。はい、これソルちゃん、お酒ね好きでよく飲むんですよ。今回からね、動画もたまに出てくれるということなんで、これからぜひよろしくお願いします。よくお酒飲みます、ソルちゃん。ご飯食べてるとこね、動画撮って SNS とか上げて大丈夫ですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。OK もらいました。朝日をかけて飲む。飲む。ね、こんな感じでいつもいきなりアポ取ったりしてるんですけど、でダメって言われたらもう普通にご飯食べて帰るっていう、ね、こうやってビールもね自分で取りに行く感じですね。はい、これイカ焼き、これ美味しいですよ。イカ焼き、阿部のたこ焼き、山ちゃんね、僕の分も開けてくれました、ありがとうございます。はい、乾杯。ここのね粉もめっちゃ美味しかったね。キンキンです。でキンキンに冷えたビール、なんかチューハイとかも置いてましたね。でその場でお金パッと払って隣の店舗で食べれるみたいな感じでした。イカ焼き超美味しい。やっぱ粉もんと合うね、ビールは。ひたすらこれ食べ進め、あ、これがね、ホルモン焼きそばですね。ホルモン焼きそば、またこれがめちゃめちゃ美味しいんですよ。鼻を噛むこともできるという、鼻も噛めます、近くにティッシュあるんで。いや美味しいですよこれ、二人でね食べ進めていっております。いやよく飲みますよ本当に。最近ね毎日飲んでてね、YouTube 別にやってないのにね10キロ太りまして、ね、何をしてるんでしょうね僕は。10キロ太っちゃいました。はい、まあ、こんな感じでたこ焼きの種類もたくさんありましてね、二人で食べ進めていっております。たまにこんな感じでよくねシンクロしましたね。よく外に飲みに行ったりとか家飲みをしています。最近はね僕ビールっていうよりハイボールが好きでね、バスカーっていうお酒をよく飲むんですけど、あーこれ美味しいね、まあ、このお皿じゃなくてこの紙パックみたいなのに入って出てくるのがいいじゃないですかね。このホルモン焼きそばは美味しすぎて感動しました。めちゃくちゃ美味しかった。天王寺行った時はね絶対ここ本店やったはず、確か行ってみてほしいです。いきなり入ってね大当たりを引いたという、で店員さんもね優しい人で、撮影していいですかって言ったらもう快く OK ということでしてね。これホルモンプリプリよ、これプリプリのホルモン美味しいで、これあ美味しそう。焼きそば食べたくなってきたな。これいつもね編集しながらもう一回食べたくなるんですよね。
ビールも一瞬でなくなっちゃいましたね。で最後にこの焼きそばをもうひたすらかき込んでいくということで、ホルモンの脂身とこのソースがすごく合うね。キャベツを食べています。合うんですよ、すんごく。であのキャベツとかとそれが相性がいいね。あのナレーションは相変わらずすいません下手なんですけども、あのこんな感じでこれからもやっていきたいと思います。あの半年ぶりの動画で本当申し訳ございません。これから定期的にアップしますので皆さんよろしくお願いします。ね、インスタにアップしようとしていますインスタ用の写真を撮っていますね。はい、こんな感じで食べ終わりました。いや美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今ね、食べ終わってまた歩いてるんですけど、またこれからよろしくお願いします。まあ、ちなみにまだこのまま飲みに行くんですけどね。はい、デカビール美味しそう。ではまたご視聴お願いします。バイバーイ。